シュートとかに俺飯とかおごってもらったりしよったもん。確かにあいつらめっちゃ金持っとったよ、ね、持っとったよ。あいつらイベントとかバリ成功させてからめっちゃ金持って、俺らは持ってなくて持ったけど。確かに DJ シュートやろ。シュートは死んじまった。死んじまった。これ本当なんよ。首刺されて死んだ。なんか当時仲良かった本当に。俺らが20ぐらいでシュートが17歳ぐらいかな。え、シュートの墓参りとか普通に行ってやろ。マジかわいそうやな。でバリお世話になったら DJ シュートってやつがおったっちゃけど、なんかニュースで銀太からパッて送られてきて、パッて見たら殺害されましたみたいな。前日ぐらいまで連絡取ったよ。あのラップバトルやった。ああやった。バック DJ やってよって言ったよ。シュート、そう。それまで連絡取り寄ったんす。確かに。その日に来んかったんや。でそれでなんかいきなり連絡がなくなったんすよ、うん。バック DJ してよみたいな、いいっすよみたいな感じで言ってて、それで連絡がいきなりなくなって、そうや、ん。それで代わりに違う DJ にお願いして。連絡は取れん、連絡は取れんってなって、そしたら、うん、その1週間後ぐらいにちょうど俺らが連絡取り寄って、その呼んどったわけよ俺らのイベントに。その日かその次の日ぐらいに首刺されて死んどったっけね。同い年の友達に。あんまなくない。同棲しとった同い年の友達に首刺されて死んどって。やばいよ。首刺されて死ぬって死に方の中でもさすがに恨まれすぎやろ。うん、えぐと思って。でもそんなやつではなかったけど、めっちゃいいやつ。いや俺らにはいいやつやったけど結局 あれやったやろ、うん、これしかも本当よ。いやマジで本当の話、うん、エクソエクソハー